先生がもしね、寒かったらまた言ってください。もう楽屋すっごい寒いんですよ、ね。ちょっとウォーミングアップとか、2人でまず1曲お届けしましたが、今日はね、いろんな友達が、集まっていますので、一人一人ね、また呼びながらお送りしたいと思います。まず、1人目の友達は、ある時は、キーボーディスト、ある時は、アコーディオン奏者、アコーディオン奏者って何て言うんですかね、アコーディオンいやー、アコーディナー、アコーディナー、どうなりますか、アコーディオンナー、知らんみたいですね。じゃあ、呼んでみたいと思います。山口明、アコディオン、フランスではアコディオン、アコディオン奏者のこと、いや、アコディオンじゃないかな。じゃあですね、こんな感じで今日は2回ステージなんですけども、ダラダラとのんびりお届けしたいなと思います。じゃあ、1曲目ね、モアザンモアスっていう曲なんですが、これはね、エクストリームそうですね、エクストリームすごい流行ったんですね、それをね、ちょっと日本語バージョンでこうしましたが、次もね、これはどっかで聴いたことがあるんではないかと思うんですが、ダンスウィズミー、俺と踊ってくれて、
げずに俺と踊ってくれやという曲をお送りしました。じゃあですね、紹介します。堀尾美和。こんばんは。こんばんは。初滋賀上陸。初滋賀上陸。はい。まあ陸続きやけどね。そうですね。でも四都道府県を私渡ってやってまいりました。ほうほう。何渡る？兵庫県、大阪府、うん、京都府、滋賀県。うんうん。まあ、距離にして150キロぐらい約150キロぐらい引っ越してこいって遠すぎねえねえ、交通費こっちかかるぐらいだったら引っ越した方が安くつくかもしれませんが。兵庫県、はい、兵庫県何市？ね、加古川市。加古川市皆さんご存知でしょうか？加古川市っていう、三木とか山の上の方ですね。そうです、田舎です。トトロが住むような森の中に住んでおります私。なんか近所に神社になってありますね、うん、あそこもなんか幽霊が出るらしいですね。人玉の糸があります。人玉の糸こんな自慢にもならない あるらしいですね、はい、まあそんなとこからね、はい、何でいいのかこういう、リプさんやってきました、堀尾美和です、よろしく。じゃあね、近藤薫&堀尾美和 with our friends ということで、もう一人ね、もう一人というかもう二人みたいに紹介しましょう。まず、今日ギターをね、弾いてくれるギター弾きの兄ちゃん、和田はじめ。アンド、今日は、ドラムスのね、彼が紹介しましょう。スーパードラマ。ミツル。ミツルカモン。じゃあ、このようにね、今日は、いろんなとこからお送りしたいと思います。まずは、これは何のことを歌ったの？人間の自然、人間の自然そのままやな、もう聞いたらなんとなくイメージわかんねえな、ありのままに生きようやっちゅう感じですな。
来た。もう、もう自然でええやん、もうって感じやん。ありのままに。はい。っていう感じ来た。もう、もう、下手打とうが失敗しようが、なんでもかまへん、もう。それはもう、ありのままにちょりやけ。あ、そうだよね。めちゃよかったね。そういうことなんですけどね。うん。あれ狭いの、前出てくるの。カウンターバーのマスターみたいな、ね、顔だけ出されたらね。じゃあということで、今日は本当いろんな方がね曲をお送りしたいと思ってるんですけども、本当次はこれ何なんですかね。これサンバ、サルサ、ちょっとサルサ、なんか僕はサルサかな、別に根拠はないんだけど、これはね、なんか振られたんでもないんだけど、なんか喧嘩ばかりして一緒に住んでたんやけど、まあ喧嘩してちょっと彼女がどっか行ってもうたんやと、うん、でなんかもう毎日飲んだくれてなんかこううら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 してるような感じやねんけど、これがこう演歌とかだったらね、ごっつい歌になりそうやねんけど、なんかリズムが結構三枚なんで三枚ねっていう感じするんやけど、まあ男なんてこんなもんさっていうような、そんな感じですね。じゃあお見せしたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、アウト。Oh,
まあ、男はもうほんまこんなもんやね。なんかね、よく言うよね、女の子をこうなんか別れても切り替えが早い。いや、やっぱ悲しいんですよ、女の子に振られたらね。めちゃめちゃ悲しいんですけど、めちゃめちゃ悲しいんですけど、まあ、すぐ悲しいけど、いや、確かに、いや、やっぱりね、ずっと好きな人ね、言ってたらね、やっぱり振られたらね、悲しいですよね。なんかでもよく言うよね、なんか、男の方がこう生きづらい、そうそうそう、時間がね、多分女の人より男の人の方が、いや、笑顔で、あいつが忘れられへんわ、忘れられへんわとか言いながら、なんかこれね、こういう気持ち、僕もようなったことあるんですよ、昔、横断歩道、横断歩道じゃあ、歩道橋って言うんですか、歩道橋にね、家からビルにこう何本かこう進めてきて、でそれで線抜きで上げて、で歩道橋でずっと見るんです、たまにこう下見たりとか、別に下見て、落ちたのかなとか、そういうのではないんだけども、なんかまあ割と普段と引きずる、まあ、すぐなくても僕はそういう立場でね、まあ、最近はそういうことがなくなって、いや、そうなんですか、やっぱりなんかね、もうそれがひどかったら、なんかストーカーなりそうやし、まあ、適当なところでも、まあ、こうなんか蹴りつけるんですね、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、まあ、次はこれ、女の子の、そうです、女の子もね、これは町のなんか 酒場でこうギター弾いてた、流しかな、なんかギター弾きは、そう、愛してしまったわけですね、探してんねんな、これな、やっぱり女の男も一緒ですよ、やっぱり好きになっちゃって、どっかやっぱり好きな人がいっちゃうから、あれ、ちゃうかな、まあ、そのドラマをちょっと見ないと、聞かせてくれ、ギター弾きを見ませんか。小さな魚で
それが音楽の意図だよね。はい、映画ですよね。あの恐怖映画とか見てもあのこう、うわー怖ーとか思う、でも終わったら終わりやからね。だからあの心理サスペンス最高とか言うても、もううわーとか思っても終わったら終わりやからね。次はまあ何するとかキャッチボールしようかってなるからね。そうかな。それがあの映画とかあの音楽のすごいからね。そうですね。その一瞬だけその気持ちになるとなりますよね。じゃあ、これとりあえずね、あのこのステージ最後の1曲かな。この曲ね、ロバート・クラップというとダニー・ハザー、ダニー・ハザーというね、はい、すごい黒人の、ボーカリストがデュエットなんですけど、その曲をお送りして、次またね10時半ぐらいかな。なんかあの頃合いを見計らって出ていきたいと思います。じゃあお送りしたいと思います。 Where is the love?Oh
っと喋りまーす。
ステージがやってまいりましたが、ね、しっとりとラビングユーをお届けいたしました。もう10時半回りましたね。すごい遅い時間になりましたが、今からまたもっともっと雰囲気のある、もうね、牛水時ちゃうか、まだそうちゃうね、うん、まあ似合うようなムードたっぷりの曲をお届けしたいと思います。うん、続きまして、これはポンちゃんから教えてもらった曲なんですけど、ポンちゃんからはとてもいい曲ばっかりを教えてもらいます。すごくね、恋の手ほどきが恋の手ほどきの曲ですね。すごいね、いい曲なんですけど、次の曲はセクシーという曲です。昔、私はまだ本物を聞いたことがないんですけれども、石川ゼリという人ご存知でしょうか。うん、私もそうでした。石川ゼリという人を私は全然知らないんですけれども、知ってますか？知ってる人いらっしゃいます？知ってる年いった人って言わない私、すごい好きな人とずっと暮らしに行って、どう言ったらいいのかな、ずっと一緒に暮らしている愛の暮らしっていうんですかね。私、その人にの立場でなって歌うと、もうその人が好きで、何をしても好きで、もうどんな仕草をしても喧嘩をしてもすごい好きっていう気持ちしか出てこない。そんな人のことを思いながら私歌っています。聴いてください。 OK でしょうか。セクシー
Oh,
今日はね、ワンステージずつ短いんですけれども、猫ちゃん、ね、近藤カオラの堀尾美和ということで、そうです、なんか急遽ね、このメンバーが、今回ね、わーちゃんと、みちょるさん参加してくれるということで、なんかね、ちょっとこんな曲もやってみようかなということで、次もお送りするのも、なんか最近はいろんな人が歌ってるのがなんか知らないけどよく耳にしますけどね。はい。どの曲？そんなの曲。これコンちゃんの曲ですか？お前らさっきから順番じゃねえし。なあお前よいいわ。で次は？あ、そんなの曲ね。ごめんな。よく聞く。え？とか言って。もう君はもう何から行くの、もう全部変えたな今の。気まぐれですわ。じゃあ、その君がやりたい曲は、はい、多分あの曲やね。はい。その曲お願いします。今日はもういじめ大会ですね。はい、みんないじめられます。いじめられてます。俺もね、いじめてるんですね。いじめて、はい、はい、じゃあ、砂の記憶という曲をお送りします。Thank you.
曲を紹介してもいいでしょうか。はい、ですね、続いてこの曲も、この曲も有名な曲です。よく聴く曲です。よく聴く曲、はい。この曲はもう私なんかすごいいじめてるように、本当にいじめてるって言われてからすごい気になって。いやいや、大丈夫、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、うん、この曲も私もすごい、小学校ぐらいの時から私聴いてる曲でね。あ、そう、はい、うん、なんて言ったってお姉ちゃんがヘビメタでしたから。そうか、はい、ヘビメタね、ヘビメタやろうとして、うん、でもこれってものすごいハードロックですよね。そう、うん、ハードロックな、ハードロックな曲、ハードロックな人っていうのはとてもね、バラードとかすごいいい曲を書きはるんですけれども、うん、そうな、うん、ですよね。マライア・キャリーの、マライア・キャリーの歌でだね、うん、歌っているんですけど、では行きましょう。おう、オープンアミスです。
いじめられたわ。今日はみんな痛い目あいまくり、もう後だらけやね。でもなんかもう今日はおばあちゃんのギターを、みつるさんのドラムもね、あきらさんのキーボードも、なんかいろんなとこでこういろいろと絡み合って、なかなかセクシーでしたね、今日はね。そうですよね、しっとりと。ということで、じゃあ最後ははい、コンちゃんとコンちゃんとデュエットしたいと思います。ラブラブデュエットになりますでしょうか。やってやろうじゃない、喧嘩を売られてしまいました。最後に、この曲も最近また私はどこで聴いたかというと、この曲はモスバーガーでご飯を食べていくときに聴きました。モスバーガーで聴いたか。はい、ということで、はい、はい、なんかね、今日はちょっと時間が結構、ちょっとこうガラガラガラっと下になだれ込んだ上に、なんかちょっとね、出足もちょっと遅れちゃって、ね、ゆっくりしてしまいましたけど、ね、また近藤薫&堀尾美和、いかがだったでしょうか。またね、なんか機会があればまた出たいと思います。じゃあ、お会いしたいと思います。さようなら、オールウェイ。Me
ありがとうございます。なんかね、初めての試みだったんですけども、加古川出身の、ソウルイエローというあのゴスペル、ゴスペルじゃないアカペラバンドの、4人組の女性ボーカルなんですけども、その中の中でね、なかなかいい味を出して、堀尾美和という、ボーカリストを今日は呼んで、お届けしたんですけど、もっとね、なんか、まあ、面白いやつなんでまた一緒になんか、いろんなところでやりたいなと思っています。またよろしくお願いします。じゃあ、堀尾美和、堀尾美和、ほんまありがとうございました。今日、どうでした？もう、ちょっと今日はいじめっ子になっちゃいました。一緒に楽しみできた。楽しかったです。もう、はい、もうライブ終わるとすぐ泣くんですよ、いつもね。泣きません。泣きませんよ。いろいろね、はい、なかなかハートや姉ちゃんなんですけど。はい、それじゃあ、今日のアワーフレンドを紹介します。キーボード山口明。ギター和田はじめ、ドラムス宇野山満、ね、今日はドラムスを入れてお送りするということ、ドラムスギターを入れてお送りするということで、今日はもう本当3人で、やるような予定だったんですけども、ちょっと助っ人をちょっと呼んで、どんなことができるかなって、すごい僕も楽しめた、よかったです。じゃあ、本当何しようかっていう感じなんだけど、でとりあえずこのパターン、僕らができるやつったら8時間、6時間ぐらい前にやつ何したいんでしょう。チェンチェンチェン。No.